ちは、もこです。今回は深浦町北金ヶ沢の大井町の撮影に行ってきました。イチョウの葉っぱは太陽に透けないので撮影が難しいのですが、頑張りたいと思います。波が高いですね。まだ全部が黄色じゃないね。けど結構紅葉してる。だんだん画面に入らなくなってくる。一年のイチョウ、ぐちゃぐちゃだ足元。うお、滑る。こっちから行ってみようか。足元要注意です。ぐちょぐちょ。昨日の雨とかからか。あ、雨のせいで、そうだね。うわ、これは厳しい。厳しい。よいしょ。ああ、誰かのお肉カードが落ちてるよ。せっかく集めたんじゃないの？よいしょ。このレンズでも前景が入らないほど大きい。今あんまり根元に入れないんだね。前は入れたけど。根元拭き。まだちょっと緑、真ん中の方は。
ないから来ない。あーうわわこっち見てると足元が大変。わーすごい木、ビッグイエロー。深浦マップ、風が強くて波も高いです。バシャーン。でもそんなに寒くない。あ、奥にフェリーが走ってる。限界かもしれない。おお、取れた。おお、すごい。3ビーって入ったよ。撮ってますね。こっちの方が黄色い。一周してみよう、木の下。こっちは根元付近まで入れます。あ、キキ。ちょっと枝危ない。おいしょ。お、ということで、深浦町北金ヶ沢の大銀杏と折曽のイチョウの撮影をしてきました。
あまり葉っぱのコンディションが良くなかったので近づいての撮影は難しかったです。それではまた次の動画でお会いしましょう。モコでした。バイバイ。